いよいよこれよりベスト16吹奏トーナメントのスタートでーす。後追いが非常に得意な田中誠美がこの単走1位のそば切り広大インフィニティに対して、おーい、すごい辛いところにまずは飛び込んだ。さあインが入ってる、インが入ってる、これはちょっと辛いぞ、これはちょっと辛いラインに入ってった。どうだ田中誠美、さあここで差を詰めるか、近いところそば切り、さあ近いところ入った、もう一回入っていく、取ってった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 、これはそば切りいったさあというところで出たのは田中誠美選手98だ。いやーいいぞ、そば切り選手どうぞ、得点94、あまり伸びなかった、しかし後追いポイント 9.5、 いやーなんと 103.5 対98、ということはやっぱりあさり逆転、これはいきました、ベスト8進出、そば切り広大。さあこの黄色いマシン村上に対して、お村上がちょっと流されたぞ、大丈夫か、やっぱりだ、やっぱりだ、飛び出た、村上コースアウト、完全に失敗。もうどうだ、ちょっと離した、スーッとここを離した、これは逆に秋葉が見ていったのか、さあどうだ秋葉、完全にこれを合わせにいった、秋葉これは見ながらちょっと予想を裏切る。まずは先行村上96、ゾーン限定マイナス1、そして秋葉流星がドスの得点92、そして後追いポイント1、93対95、しかし1本目 8.5 の差がありましたので、これで決定ということになります。ベスト8進出は秋葉流星です。17日、あこれがどういう勝負になるか、まずは最終対戦は勝負だとでありますが、先行松井は関係なく、まだ思いっきり角度をつけて振り込んでくる、さあいい先行、それに対して下田がちょっと戻った、戻った、完全に戻った、下田が戻る、戻って減速もできずにちょっとオーバーしましたね。いやここは速さ、この差がちょっとありなんですけどもね、応援ですね。あれ淵上選手の車じゃないですか、元だから九州の車なんですよね、ここ戻ってきたんです、はい、九州に、そうですね、帰ってきた、はい、里帰りした、あ止まってますよ下田の車、おおや、うん、手を振りながら通り過ぎてはいくが多分あの抜け方というか、はい、エンジンのその回転のね、かかり方で近代ドリシャ病ですね、その画面に向かって山さんやりましたよ、大体お約束ですね、そうですね、はい、はい、ああさあどうやら時間切れだ、ここでタイムアップ、近いところにいる、さあどうだ、まずは振ってくれ上野、そして見ながら水槽だ、水はいい形だ、いい形だ、さあ藤野が近いところ、煙で全くわからない、それだけいい水槽だったってことですよねさあもう少し寄りたい、ぐーんとくるか、ぐーんとくるか、藤野がまず飛び込んでくる、2本に切りだ、あーまたスタートしてる、また交換と、しかしあと追いポイントはそうは取れていないか、上野貴弘、藤野秀行ドスの得点97、ゾーン通過なしのマイナス2があり、あーコースアウトのマイナス2があって95点、上野貴弘ドスの得点95、あと追いポイントやっぱり1しかない、96対95、ということはこれ1本目で勝負ありということになります。ベスト8進出は藤野秀行です。いや上野貴弘、もうここで姿を消すことになってしまいました。さあ望んでいく横井に対して、そうだカイセルついていけるか、いや離される、伸び出る、ボスアウト、もったいない、危なかったですね、横井選手もゾーン外していったのに、横井が見ながらだ、見ながらだ、さあ横井が冷静に、冷静に見て合わせている、冷静に見て合わせて入っている、いい煙を出している、岩井に対してしっかりしっかり見ながら横井が入っていった、岩井選手ドスの得点97、横井選手ドスの得点95、あと追いポイント 7.5、 102.5 対97、これも取りました、ベスト8進出横井正史です。まず1本目川端先行、あと追い中村、さあどうだ川端に対して、うわ、うわ、うわ、入っている、
当てている。先行の川端の走りもいい。そしてそれに対して中村かなり近いところ寄っては行きました。さあ近いところに行けるか、いいところにいる。ちょっと後ろに回った、ちょっと後ろに回った。これは失敗した。これは川端近すぎて今度はちょっと後追い失敗。うわ、いいところにいたのに。振りすぎちゃいましたね。中村直樹ドスの得点97、そして川端雅人ドスの得点95、あと1ポイントは1しかない。96対97、合計得点はあっさり勝負決まり、ベスト8進出、中村直樹。って意外でしたね。はい、さあ関係なく北岡は思いっきり、まずは飛び込み、ちょっと感覚が飛んでた。危ない、すごいところ、何事もなく普通にコースに帰ってきた。すごいところを行きながら何もなく行きました。出てます、ね、当たったのか、当たって跳ね返ってきたのか。あれ、あのテールが当たったんですよ。だけどよく普通に、そうですね、何事もないようにまたそこから振り返してそのままコースを行きましたよね。違うんですかここはみたいな。北岡君にも当てて、はい、スポンジにも当てて戻ってきたね。そうです、まずはしっかりベスト8に勝ち上がってくるということになるけど、近いところに、うわー、危ない危ない危ない、どこ行くどこ行くどこ行くな、どこ走ってる。この人にとってもうコースとかラインとかは関係ないんでしょうか。あの、いや、考えた方がいいですよねもうちょっとまずは先行、上尾選手、ドスの得点94に対して94も出るのあれで、はい、マイナス7が出てます。コースアウト含めマイナス7が出ておりまして87点です。で北岡選手はドスの得点逆切りして89点、ものすごい低くなっちゃいまして、あれで94が出るの。しかしですね、これ1本目 13.5 の差があるというところ、まあ2本目も北岡選手取ってますけどね、あっさり勝負あり、大差がつきましてベスト8進出、北岡雄介ということになります。斉藤大吾に応戦できる、近いところ、まずはどうだ、この辺りちょっと合わせられなかった。でも合わせていきましたね、最後合わせてた、最後合わせましたけど一箇所だけですね。はい、紫のマシーンが離れていく、離れる、ものすごい離れる、これはどんどん、うわー、すごい煙、ものすごい煙で駆け抜けた斉藤大吾。97対91、お、6点差、うわ惜しかったよ、逆にギリ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 のところまで、これ尾藤の後追いがあまりにも悪かったというところはありますけれども、なんとかそれでも逃げ切り、ベスト8進出、尾藤弘樹です。そばぎり、後ろから秋葉が近いところにいる、さあ思いっきり打ってきた、そばぎり、そして秋葉も、秋葉も最後のというところ、煙の中、完全に煙の中、ビタビタに入っていった秋葉流星。さあユニティが近いところ、そうだ秋葉が思いっきり、いや思いっきり打った、しかし耐えた、よく耐えた、これはそばぎりも、いや危ない、危ない、あれにも対応できるって、あれによく対応した、ね、あれはね、あれ対応できる、あれやばいですよ今のは。まずですね、先行秋葉流星選手、ドソの得点97です、これマイナス13点が入っています、はい、そしてそばぎり光大選手、ドソの得点87、当然惑わされますから悪くなります。あと追いポイントは 0.5 です。 87.5 対84、もちろんこれもそばぎり光大が取ったということになりまして、トータル的にももちろんこれで決定、ベスト4進出はそばぎり光大ということになります。後ろから86、藤野、いや藤野が、藤野がいい振り入っていく、藤野が、藤野が、いや松井もいい、松井もいい角度と、そのまま、しかし藤野が近づいてった。そして後ろから松井幸男、アレクセルがグーッとくる、さあグーッと入ってくる、近いところ、そして松井ここは速い、速い、しかしそれに対していいところにはいる、いいところにはいる、これは分からなくなる、これはどっち
野選手どうぞ得点97、はい、松井選手どうぞ得点95、あとはポイント4、ここも取ってったことになる、99対97、1本目も取っているだけにこれは決定、ベスト4進出、松井裕樹よ。おっと何かトラブルだ、ちょっと苦み潰した顔は、今情報によりますとバッテリー交換だ、エンジンは止まってる、いや何かちょっと嫌な予兆が出てきた、これでもちょっとなん か川崎さんやってることを見ると ちょっとこれ、どうしたの、これただなんかちょっと違うぞこれ、今バッテリー変えたけどエンジンかからなかったんですかね、これはちょっと何か完全に別の電気系トラブル、昔みたいにねみんなで押し掛けしたら早くかかったみたいじゃないですよね、いやしかしおそらく今やってること今の状況からするとただなんかでカチャッとなると川崎さんこれ息かかりますよね、中村選手も辛いですが、はい、僕たちも辛いです、はい、ですね、状況をうまく説明できない、ヘルメット外した、中村直樹が降りてしまう、うわーこれは辛い、壊れたのか原因が分かんなくて数分じゃ無理だですねという判断をしたのか、まずここの大事な戦いを戦わずしてベスト4進出を決める運を持っていたということになります、いやむっちゃ楽になりましたねこれ、これが横井正史勝ち名乗りの一本、これで決定、ベスト4進出横井正史です、まずは北岡がくるっとして後ろからどん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 離れた、ノン外した、近いところにいる、さあ北岡が狙っている、いい角度、いいところ入った、いい角度、いい角度、さあ捕まえた、捕まえた、北岡これは尾藤のいい走り、それだけに北岡が寄ってった、そうですね、さあこれは寄れたぞ北岡雄介、尾藤選手ドソの得点97、減点はありません、そして北岡選手ドソの得点は低い92なんですが、あと1ポイント7ということは99対97、2ポイント、これで北岡がリードということは逆転決定、1ポイントだ、すげえ接戦だったんだ、ベスト4進出北岡雄介、ギリギリ、動き出した、まずはタイマシン BT96 番熊切光大、そして後ろからフォローターレックセブン、松井が近い、松井が近い、思いっきり振った、思いっきり入る、さあ走って思いっきり振る、先頭がいい、先頭がいい、いや松井が飛び出した、松井が煙にやられた、三石の松井選手の振り返しもすごいシャープでかっこよかったね、鋭かったですね、ですね、松井先行は遠い、そば切り光大、大そば切り大きなアドバンテージを取りましたけれども、さあ決勝進出に向けてさらに後追い取ってくるはず、お近いところ、さあ逃げる、逃げる松井、さらに持っていく、ここはそば切り持っていくが多くは取れなかった、ここは松井も踏ん張った、松井選手なんとドソの得点99、そしてそば切り光大ドソの得点96、あと1ポイント2.5、 98.5対99、ということは1本目の大差でやはり決定、初決勝進出、そば切り光大、おい S15 横井、そして Z100 北岡、今両者が動き出した、ワオイマシン横井の前、後ろから北岡雄介、さあ近いところに北岡、いやいいところ、飛び込んだ、うわー、行った行った、おー、ところ
とかは寄せてった。まずは北岡選手とその得点97です。うん、まあ伸びきらなかったところはありますが、さあそして横井雅史どうぞの得点95、あと1ポイント 6.5 ということは 101.5 対97、いやこれは逆転だということで決まった。決勝進出はいや横井雅史だ。いよいよ決まります。まずは1本目そば切り高台先行、後追い横井雅史、どんな形で後追いを見せつけるか横井雅史。いやしかし思い切って先行で逃げるかそば切り高台、今飛び込んでくる赤井雅史、そば切りや近いところに横井がいる、横井がいる、さあ行っている近い横井、いや出た出た出た来た来た来た、これが横井だ、完璧だ、これが横井だ、どこ力。さあこの差をそば切りが後追いで返すことができるのか、いや逃げ切れるか横井雅史、さあいよいよ入れ替えの2本目今スタートしていく、なんだ横井がいく、そしてそば切りが、そば切りが入れるか、ビタビタではないか、さあ近いところ寄っていく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 、入ってる入ってる入ってた、さあ最後は煙の中、もしかして、いやいいところ、もしかしてラウンド6優勝横井雅史、いや見事と言っていいでしょう、横井雅史僅差で若手勢いのあるそば切りを破って堂々たる今シーズン初の優勝というところを決めました。インタビューをお願いいたします。はい、わかりました。さあそれでは優勝インタビューね。いやー今シーズンはでも初なんですよね、やっと優勝できました、おめでとうございます横井雅史選手。ありがとうございます、超久しぶりで超気持ちいいっすですよね。なんかもうもちろんこれで10勝目 D1 で勝ってるんですけども、いやなんか調子悪いわけでもないしポイントも取ってんのに最近優勝がなかったんで、はいね、なんかちょっとホッとしたところもあるし、はい、まあ、ポイント差もついてね、うん、ノリに乗っていきそうだなって感じはします。